紐ではありません。どれこれ。愛の鞭です。なんか変態出てきたね。なんか変態出てきたぞ。ちょっと手出しちゃいけないジャンルだったかもしんねえなこれ。こんばんは、ドコムスです。今日ですね、ちょっと初めてツイステッドワンダーランド、もうマジ何週遅れか分かんないけど、このタイミングでちょっとやってみようかなっていう気になりまして。僕ね、ディズニー大好きなんですよ。ディズニーランド、まあ最近はやっぱり情勢からして行けてないんですけど、シーズンごとに行くぐらいにはディズニー好きなんですよ、僕。この作品はちょっと、なんか自分向けじゃないのかなって気がしてて、やったことなかったんですけど、でもディズニーが関連してる作品だったら多分相当良芸なんじゃないかなと思って。今回やってみようかなと思います。ドバーン。え、何これ。え、ちょっと待って。こん中から選ぶの？もしかして。うわ、ヴィラン大集合じゃん。ハートの女王。これアリスの。こいつなんだっけ、スカーだっけ。うわ、アースラいる。ヒレンすら幸福な結末へ導いた慈悲の魔女。めちゃくちゃ妨害しとったやん。押したらキャラ出てくる。あ、これ押していいの。あ、そういう解釈もあるんだ。おもろい。これ何？ハーツラビュル寮。ハートの女王に使えるキャラってこと？これ使えてはないんだ。え、ちょっと誰か説明してくれな。これどういうこと？モチーフ。ちょっと一回その概念を俺は一回心に落とし込まないとついていけないかもしれない。ハートの女王の精神に基づく寮らしい。一個ずつ見ていこっか。110のこれスカー。出自を乗り越える努力で王座を手にした不屈の王。すげえヴィランのことよく言ってんな、さっきから。サバナクロウリョウ。ああ、悪くないね。アースラ。ああ、いい、悪くない。いいね。っていうか、ネクタビルリョウ。この左右の二人ってなんか、ちょっと待って。もしかしてさ、この左右の二人ってアナゴみてえなやつのモチーフ？あ、そうなんだ、やっぱり。お、すげえ、めちゃくちゃ作り込まれてるじゃん。この真ん中は誰だ？タコか。すげえ、タコもついに手足4本になったよな。ってことはこれさ、他のメンツもさ、このハートの女王のトランプの兵隊たちだよね。ってことはスカーのこのキャラクターたちは、ハイエナたちじゃないの、これ。わ、めっちゃ原作に基づいて作られてんじゃん。声聞ける？ぼちぼち行きますか。ぼちぼち行きますか。言いてえな、俺も。次から配信そういう言葉で始めようかな。ぼちぼち行きますか。ドコムスですって言っていい。来週からちょっとエーストラッポラになります。出た、ジャファー。王に数々の助言を与え国を支えた熟慮の魔術師。誰だよね。マジジャファーには僕お世話になりましたよ。僕ね、小学校の時ね、学校休むと絶対ジャファーの逆襲見てたんだよね。まあジャファーは嫌なやつですよ。国を支えたわけないじゃんね。おい、ジャファーの悪口言うなよ。イヤーゴいるわ。今日イヤーゴ見に来てるわ。こいつ絶対イヤーゴじゃん。あ、イヤーゴいないんだ。これがアラジンってこと？遅いじゃないか。あー、こいつジャファーなんだ。まあ、確かになんか目元の黒ずみとかちょっとジャファーっぽいな。左は王様説もあります。王様ってあれでしょ、ポチャッコみたいな。ポチャッコじゃない、ポチャッコの使い方間違えたな。ぽっちゃりデブ王様でしょ。次、美しき女王。ちょっとさっきから漢字が難しいのやめてくれる？まさまさとして自らを高め続けた噴光の女王。わかんねえ読み方が。そこの文字まともに読めずに進めたわ。じゃあ失敗でしょ、この言葉選び。うわ、ちょっと待って、この左の子めっちゃタイプなんだけど。行こう。ついてこないなら。エペルフェルミエ。ちょっと待って、エペルちょっとかっこいいんですけど。でも俺白雪姫実は見てないかもしれないから、ちょっと作品について語れないな。次。こいつな、ハーデスな。ハーデス俺好きなんですけど。わかる？ハーデスの良さ、みんなには。みんなはハーデスの良さわかる？ハーデスじゃねえ、ハデスだ。どれ伸ばしたんだろ。ハデスのさ、心の弱さみたいなものが僕すごい好きなんですよね。ヘラクレスってちょっと心が綺麗すぎて人間味ないのよ。で、なんかね、人間味という意味ではハデスの方が共感できたりするんだよね。てか、ヘラクレスの映画めっちゃおもろいから見たことない人見るといいよ。ヒロインの女の子、工藤静香が声やってるから。
どこさんメグ好きそう。よくわかったね。僕多分ディズニーのヒロイントップ3に入るぐらいメグ好きなんですよね。しかもあのヘラクレスはな、名曲が多いんだよね。あの Go the Distance だっけ、あの曲も超いいんだよな。早く見せてよ。語らしてくれよ。あら、ちょっと思わぬ方向で攻めてきたね。これハデスの頭の炎をイメージしてんのかな。お疲れ。イデアシュラウド。じゃあもう帰っていいかな。ちょっと待って、俺イデア君好きかもしんね。ちょっと今第一候補僕イデアシュラウドっすね。いいな、この影のある感じ。ちょっとイデアちょっとありですね。これはシンデレラの魔女かな。イバラの魔女。あ、マレフィセントか。眠れぬ森の美女だ。シンデレラは魔女いないわ。シンデレラはドラゴンだ。あれ、ドラゴンもマレフィセント？あれ、ちょっと待って。シンデレラ城ミステリーツアーってさ、マレフィセント出てきた。だから混じってんのかな。あ、あれアトラクションのだけなんだ。確かにシンデレラってそんな話じゃないよね。多分それで混じってんだ。あとファンタズミックも混じってんだ。ディズニー古典未チェックでディズニーファン気取りかい。ディズニー古参おじさんみたいな人が煽りに来たんだけど、ついに。やっぱちょっと手出しちゃいけないジャンルだったかもしんねえな、これ。あ、ちょっと待って、ディアソムニア寮の俺色合いめっちゃ好きなんだけど。僕を呼んだのはお前か。うわー、マレウス好きかもしんない。この人ドラゴンのモチーフか。さて行くか。時間はお主にとって貴重なものじゃろ。これリリア人気あるっしょ。これ行こう。いや、行こうだけかよ。これ全部見たか。ちょっとこれ一人選ぶってこと。俺選べないよ。いや、ちょっと俺こう、やっぱ俺ハデス好きだし、イデアにしよう。イデアシュラウドで。僕ちょっとイデアシュラウドの手を取ります。後悔はないな。後悔あるかもし。とりあえず飛び込んでみるか。何、ガチャ。あ、ここは確定ガチャなんだ。イデアシュラウドの SR 出たね。星をも灰にする炎、時をも封じ込める光。いや、漢字いちいちむず。空をも飲み込む太陽。読めんのよ、振り仮名ないと。力を示すな。このサーの後のこの伸ばし棒ディズニーっぽいよね。キングダムハーツ感もあるわ。なんかダウンロードしなきゃいけねえ。するか。めちゃくちゃ面白そうじゃん。ちょっと待って、あれツイステめちゃくちゃ面白そうなんですけど、なんで俺やってなかったんだろう。私に、彼らに、君に残された時間は少ない。何急に。決してその手を離さぬよ。何急に。主語がないよ。 Welcome to theヴィランズワールド。プロローグ1、覚醒ストレンジャー。なんかタイトル急に爽やかなんだけど、何？この蓋、重たいんだぞ。こうなったら、奥の手だ。ふなーそれ。何ふなーって言わない。力入らなそうだな。さてさて、お目当ての。いやー、お前、いや、動物だと思わなかった。タヌキじゃなくて、たくさんの棺が浮いてる部屋にしよう。目の前の俺様を無視するとはいい度胸なんだぞ。グリム、お前のその服をよこすんだぞ。いきなり追いはぎに合うの。これどういうストーリーな。さもなくば丸焼きだ。タヌキに丸焼きにされる夢なんて斬新すぎる。だからタヌキじゃねえって言ってるんだぞ。もうタヌキいじりってドラえもんでもう散々使い古されてるから古いんよな。俺様の鼻から逃げられると思ったか、人間め。さあ、鼻ちっちゃいけどな。丸焼きにされたくなかったらその服を。なんでそんな服欲しいの。なんだこの
紐。めちゃくちゃ服欲しいやん、タヌキのくせに。紐ではありません。誰これ。愛の無知です。なんか変態的な。君、今年の新入生ですね。誰この人。まだ手なずけられていない使い魔の同伴は拘束違反ですよ。あ、グリーム使い魔なんだ。俺様はこんなやつの使い魔じゃねえんだぞ。あ、これ後々めちゃくちゃ絆上がるタイプの使い魔だわ。やっぱあのかの有名なサトシさんのピカチュウもね、最初はこういう態度だったんですけど、今一変してね、ピカピーでサトシって呼んでますからね。とっくに入学式は始まっていますよ。鏡の前へ行きましょう。鏡の間。それまでの世界に別れを告げ、新しく生まれ変わる。あ、やっぱ異世界転生なんだ。あ、異世界転生ものの話なんだ、ツイステって。初めて知った。早くしないと入学式が終わってしまう。やばい、それちょっと気まずい。ちょっと友達できなかった。行こう行こう、入学式出たいっす。さあさあ行きますよ。その前にあなたは誰ですかって。気になるよねこれ、偉そうにね、なんかカラスの仮面かぶって。では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。何笑っとんねん。ナイトレイブンカレッジ。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まる名門魔法師養成学校。え、俺魔法師になるの。めちゃくちゃ嬉しい。よかった、異世界転生して。闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。え、俺資質認められたん。めっちゃ嬉ピー。選ばれ嬉ピーマン。ストーリークリア。厳粛ブレイク。なんかタイトルが全部元気なんだけど、何。入学式会場。さ、これで入学式と両分けは終わりかな。何、かっこいい人出てきた。 M 字バングじゃん。国戦見てんのかな。この人メガネ萌え属性ある人にはたまらんやろね。やっぱこの人かっこいいな。式の途中で飛び出していっちゃったけど、職務放棄。タブレットの声。腹でも痛めたんじゃないか。すげえな、この世界タブレットもイケメンなんか。タヌキ君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前。タヌキって言うな。来ると思ったよグリム。もうお前の行動パターン読めたわ。起きた、闇の鏡。選択肢ダセー。やっぱドコムスって名前ダサいよね。イデアとかさ、ラファエルみたいなさ、そういう名前が良かった。やっぱドコムスです、ダサいんだよな。ドコムス。何時の魂の形は。喋れよ。わからぬ。わからんのかい。どういうこと。魔力の波長が一切感じられない。え、一切の無である。え、俺ちょっと待って、俺さっきワクワクしてたんだけど、選ばれし者じゃないってこと。どの量にもふさわしくない。最悪なんだけど。え、ゲームオーバーこれ。え、ゲームオーバーこれ。だったらその席俺様に譲るんだぞ。クレヨンしんちゃんの語尾。あ、待ちなさい、このタヌキ。タヌキ呼ばわりめちゃくちゃ気に入ってないこの人。グローリー先生、お任せください。あ、この人やってくれると思ってたよ俺。皆さんが嫌がる役目、この僕が受け負います。この僕が受け負います。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎきましたわ。何こいつオタクなん。タブレットのやつオタクなのこれ。アズール氏きましたわ。電車男世代のオタクやん。ゲームスタート。どうだ、めっちゃ簡単じゃん。でんラブ&ベリーやったらもう余裕だよね、音ゲー全般。フナー、こいつフナッシーだな、多分中に。前世フナッシーだろ、転生する前。あ、クリア。グリムを捕まえよ。ランク SS。 じゃあちょっと今日はこの辺にしますわ。面白いじゃんツイステ。なんかストーリーちゃんと原作リスペクトも感じられつつ、現代のオタクが求めている要素をちゃんと満たしていて、これ日本でしか生まれないコンテンツだなと思ったわ。まあ人気出る理由がわかるなって思ったね、やってみて。というわけで、また近々配信いたしますので、よかったら見てください。さよなら、おやすみなさい。
でもさ、シンデレラ城ミステリーツアーさ、もう今入れないからあれだけど、めっちゃおもろかったんだよね。小学生の時に家族でシンデレラ城ミステリーツアー行って、最後、挙手して一人選ばれて、その人が剣を持って、その剣を振りかざすと、その最後のラスボスがうわーって死んで、勇者の証としてメダルがもらえるっていうシステムがあったんですよ。で、どうしてもそれがやりたくて、超並んで入って、まっすぐ手を挙げたんだけど、別の人になっちゃって。で、それでもう僕、号泣。もう、その、シンデレラ城の外で号泣してる映像に残ってます。俺も、剣、抜きたく、